オリックス、タイパ初3立て、3対0、貯金17。オリックスはソフトバンクに3対0で完封勝利、貯金を今季最多更新の17とし、パリーグを相手に初の同一カード3連勝を決めた。先発山下俊平太投手が地元福岡でプロ初登板を果たし7回を無失点8勝目を挙げた。許したヒットは単打2本のみで二塁すら踏ませない快投を演じた。打線は6回に4番セデーニョが2試合連続の先制5号スリーランを放ち、そのまま決勝打となった。オリフォー初3立てきた、貯金17ターン、過去2年でも未知の領域。去年の折り返しが貯金1やで、50勝一番乗りリーチ。パリーグ相手に初めてのスイープか。3連勝すると思ってなかった。草すげ、この敵地3立てはかなりインパクトあるな。3本柱使った回あった。そしてセデーニョは最高、セデーニョ神すぎる。2試合決勝だ、あっさり終了、宇田川合格。宇田川ナイス、そう一郎よりええな。山下俊平太8勝目おめでとう。大崩れしないのが強いはやっぱ先発の強さよ。俊平太ちょっと目が潤んでる気がする。ライターは3日連続で高みの見物や、中野祭典様様やわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。